忘れもしない、私研修医の2日目、心筋梗塞がどうして死ぬかっていうのをですね、目の前で体験したんです。まあ、大体20年ぐらい前なんで、ね、時代はねポケベルの時代なんですよ。今、ね、スマホとかって、ね、ちょっと前はガラケーなんてやってたかもしれないけど、僕たちの時代は、ね、ポケベルだった。ポケベルって知ってる人知らないよね、きっとね。ポケベルってこうね、なんかこうちっちゃい箱みたいなやつなんだけど、ピー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 って鳴るんですよ。で、誰かが呼んでるかわかんないんだけど、で、それをね、ポチンと押すと、わかったと。近くにあるね、内線の電話を探すんですよ。ポケットベルの自分の番号1121ってやると、ポケットベルを鳴らした人、例えば病棟の看護師さんが1121で僕のポケットベルを鳴らしたと。そして鳴らした時に僕が1121ってやると、その看護師さんとやっと話ができる。ところがこれね、リミットがあって2分切れちゃうと、それから1121でやっても通話ができなくなる。だからね、2分以内に応答しなければいけない。映画でマトリックスって見たことある？なんかすごい、あの公衆電話に電話するやつ、ああいうような感じで、僕たち誰にどこで呼ばれてれば、緊急度のない電話もあれば、今患者さんが心筋梗塞来てるんですってめちゃめちゃ緊急度の高い電話もあるので、僕たちには分からない。で、研修の2日目で応援って言って、僕の指導者、指導医がいるんですけれども、指導医の緊急ベルが鳴ったんですよ。このベルが鳴ったら、心臓発作、循環器内科の超緊急を見る人、その先生と僕たまたまそこで一緒にいた。そしたら、その鳴ってはいけないベルが鳴ったんですよ。で、やばい、緊急が来た。慌てて内線を探して、外来の看護師さんから、急性心筋梗塞の看護師さんがいると、今すぐ来てくれと。で、ところが急性心筋梗塞だったら救急車を呼んで救命センターに行ってもらえると結構私たち早いんです。いろんな武器が揃う。ところがその患者さんはたまたまなんか胸が苦しいって言って歩いてきちゃったんですよ。で、歩いて一般内科って言って元気な人が通うところに来ちゃったんです。で、そこにもう看護師さんがすいませんとかって、一般内科の人に元気で歩いて心筋梗塞の人が来ちゃったんですよ、早く来てくださいと。つまり救急のところ見るところじゃないんで、ダッシュで行ったんですよ。70歳ぐらいの女性の方だったんですけど、僕のその指導医の先生が、どうですか、胸痛いですかって言うと、胸が重苦しいと、ね、患者さんが重苦しいって言って、左手も痛いって、心筋梗塞の時って胸が痛いだけじゃなくて重苦しいっていうプラスね、抗酸痛って言って、ね、左手とかが痛くなるんですよ。それでね、こうやって痛いんですって言って、心電図を取ってみたら ST が思いっきりドーンと上がってた。うわーと、これは心筋梗塞だと。で、心筋梗塞の場合、私たちに、ね、すぐに血液の検査でトロポニンとか CK とか言って、心筋逸脱酵素っていうのを見に行くんですけれども、で、血液の検査をしてルートを取って、点滴のね、ルートを取って、でね、その僕の欧米の先生が僕にね、超音波取ってこいって言うんですよ。超音波って心臓の超音波です。要は何が見たいかっていうと、心臓の超音波を見ることによって詰まった、どこが詰まってるか、どこがやばいのかが分かるんですよ。だから、ね、冠動脈ところが、例えばね、こう見て、あ、これは冠動脈と、あそこが詰まっちゃったらこういう動きになるよっていうのが分かるんですけど、で、その超音波をやることによって、いや、これは心筋梗塞だ、すぐ心臓カテーテルに行こうっていうことになるんですよ。だから僕の欧弁の指導の先生、お前超音波持ってこいって言うんですよ。でね、そのポケベルの時代だけど、超音波の機械ってめちゃくちゃでかいんですよ。こんなでかいので、ガラ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 ってこうやって持ってくの。で、持ってくんだけど、ね、20年前だからなんとなく想像がつかないかもしれないけれども、下にキャスターってついてるでしょ。キャスターってあのコロ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 転がるやつ、これ4つぐらいくっついてるんだけど、これがまあね、4つついてて、みんなね、このキャスターがみんな別方向に向くんですよ。だからね、こうやって、ね、押そうと思っても全然うまく押せなくて、なんかこういう風に曲がったり、え、これどうやって押せばいいのって、研修医2日目だからね、エコーの扱い方すら、エコーの扱い方、エコーの取り方ではなくて、エコーの運び方でうわ、なんだこれと思って行くんだけど、僕も急いでるから、ね、欧米がすぐ心筋梗塞だから早くエコー持ってこいって言うから、こうやって行くんだけど、まあね、エレベーターとかに行こうとするんだけど、エレベーターとかでさ、この微妙な何メートルに入らないの。なぜかというと、途中でダーンとかぶつけたりね、こうなんかいろいろやったりするから、もう全部キャスターのせいなんですけど、超音波でこう準備をして欧米とかって心臓を見てたんですよ。そしたら患者さんがうって言い出したんですよ、目の前に。そしたら、そのね、波形を見たら、なんと心室細動、VF っていうのはまさに突然死する不整脈なんです。目の前の患者さんは VF でもう意識がないわけですよ。そして僕の欧弁が DC 持ってこい、 DC って分かる、電気ショック、除細動をかけると、その場で除細動をかけてあげると、多くのものはね、普通のね、脈に戻ってくれるんで、それから心臓カテーテルに行くから、 VF のとにかく解除してあげる、電気ショックさえかければその場をね、乗り切れるんですよ。で、電気ショックをかけるからって言って、そこにあるからって言って、そこに行ってみたんだけど、僕も慌ててるから除細動をこうやって持ってきてやるんだけど、よーく落ち着いてみると 1,2,3 って書いてあるんですよ。
だから1電源オン、2ジュールをセットするって言って、3でね、胸骨とアペックスとこうやってドンってかけるっていうんで、落ち着いていけば誰でも分かるものなんだけど、僕は慌てふてむいて慌てふてむいてやってたんだけどね、僕の欧米は心臓マッサージしてるわけで、お前早く DC よこせ言ってるんだけど、あ、すいません今用意してます用意してますとかやってるんだけど、で、あの僕もさ、患者さんにこうやって近くに行かなきゃいけないから、僕ね、時間がのろかったんだろうね、研修2日目。それで欧米がね、僕の前でね、僕はね、手を振り外したんですよ。僕がこうやって準備して患者さん寝てる時にこうやって振り上げたんですよ。俺ね、あ、この人にやられると思った、やっべえと思って振り上げたと思ってゴンって来たんだけど、ね、握り拳が僕の前に過ぎ去っていた。で、何かって患者さんの胸をね、ドーンって叩いた。これ何が起こるかっていうと、教科書に書いてあるかもしれないけど、心室細動を止める方法として一発ね、胸のところでドーンってやるんですよ。そうすると止まっちゃうことがあるらしいよ、わかんないけど。でも、ね、その時は残念ながら止まらなかったね。握り拳でドーンってやっては止まらなかったけど、電気ショックをかけて、そして普通の脈に戻って、まあ、心臓カテーテルスに行ったということで、あ、なるほどねと、心筋梗塞ってこうやって死んでいくんだとっていうことをね、あの経験しました。まあ、そのことで学んだことっていうのは、 DC さえ除細動さえかければどうにかなるんだよ。バンデーで例えばどこでもう人が倒れたって言った時はDCU さえかければ心室細動の場合には戻る可能性があるので、見つけたらかけましょうね。でね、僕はその時に気づいたことはね、 DC とかってそういうのすごい大事だなと思ったり、あ、こうやって叩くと良くなることがあるんだっていうことを学んだりしたんだけれども、バーナーのポケベルとキャスター、もうあれだけはね、本当にどうにかしてほしいなと思って、あのポケベルをね、今の電話の方がものすごく早いじゃん。早いし、誰から電話かかってきたも分かるし、だからやっぱりね、あのそういうのって大事だなと思うし、キャスターね、もうね、本当にね、僕はもう、ね、イメージでね、これね、ちょっと作ってきたよ、こんな感じある時はね、3つ同じ方向に行くんだけどね、僕ね、こいつの方向に行きたいんですよ。で、こっちを押したいんだけどね、キャスター全然動かないわけね、こんなことが起きてる、ね、そうすると患者さんにこう、ね、触れ合う時間っていうの、行く時間っていうのが、ね、短くなってしまう。心室細動起きちゃったんですよ、目の前で。もしもっと遅かったとしたら大変なことになってたかもしれない、ね、だから僕何が言いたいというか、何が言いたいかっていうと、みんなが今そこに持っている道具とかね、いろいろ例えばスマホとかね、そういった文明の開発っていうのは実は医学にものすごく直結してるんだぞと、ね、いうのが20年経ってやっと分かりました。心筋梗塞って突然死する理由っていうのはこちらです。不整脈です。じゃあ心筋梗塞って血管が詰まることだけれども、どんな時に不整脈出るか知ってるの？まあイメージとしたら血管が詰まった時に死んで不整脈が出るっていうふうに思いがちなんですが、実はそうじゃないんです。血管が詰まって再貫流って言って流れた時に不整脈が出ることが多いんです。で、この不整脈っていうのは脈が速かったり VT とか心室頻迫とか VFU とか心室細動とかっていう時もありますけれども、防湿ブロックって言って脈が1分間で30とか、場合によっては一旦止まってしまうと。で、血圧が場合によっては30、20みたいな、ね、そういった時があります。なので実は心筋梗塞って詰まった時に不整脈が出るんではなくて、詰まって流れた時に不整脈が出ます。それを何というふうに私たち言うかっていうと、まあ大まく的には再貫流障害って言います。イメージで言うと、僕で間違ってるかもしれないけど、正座をした時、足になんか血の気が行きづらいの。正座をしてる時って意外に何とも起きないでしょ。でも立って血流が再開した時になんかビリビリってこと締めるわけじゃない。ああいうイメージが多分心臓にもあると思うんです。なので正座は再貫流障害です。心臓もおそらくしびれみたいな、そういうのがあるんだと思います。なのでいきなり血流がわっと再貫流した時に不整脈が出ますので、あの私がね、これ研修終わって3年目かな、循環器1年目2年目かなの時に、心筋梗塞を起こす1個の基準としては血栓だと、血の塊だってあるっていうふうに、これ間違いないんです、病理学的に間違いないんで。じゃあ心筋梗塞の初期治療ね、心臓カテーテル室でステントっていうのを入れて治療するんですけれども、例えばカテーテルが何かの理由で1時間ぐらいできないとか、何かの理由で今ねいっぱいでできないから他の病院に転院しなきゃいけないとか、そういった時って何どう私たちどうするんかっていうと、この血の塊溶かしに行けばいいんですよ、簡単に言うと。だから血液から例えばウロキナーゼとか TPA とかいって血栓を溶かす、もうスーパー血液をサラサラにする薬があって、それをねこうやって打つんですよ。で、循環器私が2年目の時にで、ね、心筋梗塞の患者さんが来たんです。そして、まあ、IVCT って言うんですけど、
点滴のとこからスーパー血液サラサラの薬を打ったんです。で、よしカテーテル室行こうというふうに思っていたら、なんと、ね、カテーテル室にじゃあ行こうって言って打ったんです。で、打って、ね、救命センターに患者さん来てたんで、救命センターからこうやってね、こうやってドア出てたんです。で、ドア出てた瞬間にあれと思ったら寝室サイド VF ね、 VF だったんですよ。だから僕たち1秒でも早くカテーテル室行きたかったのに DC かけなきゃいけないから、すぐまた救命センターに戻って、ね、DC をかけたっていうね、あります。これね、何なのかっていうと、多分おそらく完全に詰まって、その患者さん何が起きたのかっていうと、完全に詰まってたものを血液をスーパーサラサラにするお薬で血栓を飛ばした。だから再管理、薬で再管理したんだと思います。なので寝室サイドが出てきた、 で DC で止めることができたっていうことですね。なのでいつ出るんだっていうと、血管がもう一回ね、詰まって流れた時に意外に出るんですよということ。だから普通カテーテルとかの本当のね、すごい上手な先生たちって言って、心筋梗塞で血管詰まってるとって言った時に、なんて僕たちに言うかっていうと、おーい流すよって。どういうことかっていうと、詰まってる血管をカテーテルで流す、再管理するわけ。つまり何を予期してるかっていうと、はい、患者さん調子悪くなるよ、場合によっては VT、VF が出るよ、場合によっては完全防止ブロックって徐脈になるよと、薬用意しといてっていうことなの、ね、だから本当に余裕になって上手な先生っていうのは、そういうふうに再管理、血管が詰まった時にさあ流すよっていうタイミングでみんなに教えてくれるっていう、ね、素晴らしいよ ね。そんなような、ね、医者になりたいななんていうふうに、ね、今でも思ってます。で、私はね、症例で気概収縮、気概収縮っていうのでね、来てたんですよ。で、僕ね、はっきり言ってね、あんまり心筋梗塞だと思ってなかったんです、その患者さんのこと。で、あ、単なる気概収縮って脈が取れて、誰でもあるやつ。で、誰でもあるやつなんだなと思ったんだけど、でもね、僕ね、嫌な感じがしたんですよ。なんで嫌な感じがしたかっていうと、50歳ぐらいの男性がわざわざ胸が痛い、首がおかしいって言って、救急車に呼んできたんですよ。普通救急車なんて呼ばないでしょ。でも、その一発の大人が救急車を呼んできた、これは単なる不整脈じゃないかもしれないって、なんか嫌な気がしてたんですよ。だから患者さんを返さずに、たまたまね、救命センターとかでモニターしてたんですよ。そして僕は超音波をやってみようと思ったんです。なぜ超音波をやってみようかっていうと、血管が詰まっていると心臓の動きが悪くなるんで、心臓の動きが良かったら多分心筋梗塞じゃないから、ね、お帰りいただこうと。ところが心臓の動きが悪かった場合には、これ心筋梗塞かもしれないから気をつけようかもしれないって言って、まだ得意なエコーね、もう時代はもうね、20年弱過ぎてるからね、スーッとくるエコーで、ね、まさに当てようと思った時に、患者さんが目の前でまた VF になっちゃったんですよ。うわーって VF になったんです。で、その時にね、私はどうするかっていうと、うわ VF だと、一言 VF だって言うと、院内の中ではなんか、ね、共通語みたいになって、みんな集まってきてねみたいなんで、そういう意味合いがあるんです。だから近くにいた看護師さんがすぐ、あ、VF ですと言ってくれたんです。で、DC を持ってきて、で、とにかく人を呼んできてくれ、それで板持ってきてくれと。板、なんで板かっていうと、ちょっと話をする、心臓がね、今ね、心室サイドでダメなんですよ。心臓がダメだから、ここでポンプで押してあげるんですよ。そうすると頭の血流が行くんですよ、頭に血流が。で、つまりね、 VF っていうのは心臓がダメだっていうことをもう私たち諦めちゃってるわけ。あ、この心臓ダメだから外から押してやれって。で、その時にね、ハサミ打ちをするんです、簡単に言うと。で、背中が硬いと有効に心臓を押すことができる。背中が柔らかいとクッションで沈んじゃうだけなんで、どうするのかっていうと、例えば胸だったら胸骨っていうのがあって、胸骨の後ろに心臓があるので、胸骨を押してあげるんです、ね、で、後ろが硬ければ有効に心臓から拍出ができる、それで頭に行くということで、低酸素脳症を防げるということで、もう VF の時ってとにかくもう心臓マッサージなんです。心臓マッサージ、そして DC をひたすら待つ。でね、DC でね、看護師さん、優秀な看護師さんがすぐ持ってきてくれて、ドーンってね、かけたんですよ。で、僕的にはふーって思ったんです。よかったと思って。で、患者さんもね、意識失ってたのが、ね、電気ショックかけた瞬間にね、ふーって復活してきたんですよ。じゃあ、先生、僕 VF でしたって言ってきたんですよ。はっと思って。なぜかって VF っていうのは医療業界の話なんですよ。一般の患者さんが心筋梗塞を起こしてさ、ね、ドーンって引っかかるね、やってきてさ、普通一言目なんて言うかって、え、私どうしたんですかとか、胸が苦しいんですなんだけど、その患者さんは、私、僕 VF でしたはっと思って、何なんですかあなたはって言ったら、実は消防士なんですよ。消防士で VF のトレーニングをしていると。 VF っていうかね、いつもこう心肺蘇生のトレーニングをしているから、先生が VF って言ったって聞いてたんだって。
もうすごいなと思って、本当にね、もう死の間合間にね、よくそんなの聞いてたなと思って、で、VF だったんですよなんて話をしてたら、その奥さんと娘さんが外にいて、聞こえたらしいです。僕ね、すごい柔らかい口調で、ね、VF とかね、人呼んできて、DC 持ってきてって言ったつもりなんだけど、多分それは僕のつもりだけで、結構厳しい言葉が言ってたんでしょう、きっとね。だから、外のね、家族の人も、なんかね、すごいびっくりしちゃって。でね、そのうちの一人の娘さんが、看護師さん、現役の看護師さんだったんですよ。で、僕も外に出た瞬間に、え、父は VF だったんですかって、そうなんですよ、みたいなね。いうのがありましたけれどもね、今日は、ね、VF っていうことはね、院内で VF って聞いたら、さあ危ないよということをね、覚えてください。そしてね、その不整脈の起こり方、これね、私が目の前にした心電図ではないけれども、全く同じもの、今の目の前に焼き付いてます、VF。これです。R1T って言います。R1T って、PQRST ってこれ普通。で、ここ T 波。T 波のところに被害収縮がボーンって入っちゃうんですよ。 T 波のトップのところに被害収縮がボーンって入ると、実は心室細動を起こしちゃうんですっていうのが目の前で起きたんです、私の目の前。なので R1T っていう言葉もね、どこかでまた習うというふうに思います。なので、で、私たちができることで、みんないい医者にならなきゃできないっていうふうに思うかもしれない。でもそういうことではなくて、外で人が倒れていたら心臓マッサージをする、 AED をつける、ね、AED ってね、何がねいいかっていうと、その人がね VF かどうか判定してくれるんですよ、機械が。だから私たちこうね、倒れて人倒れて死んでる人って、あ、これ VF だとかって、そういうことじゃなくて、ただつけるだけ。つけると機械反応してくれて、電気ショックが必要だったらかけてくれます。病院にある DC っていうのは医者たちが判断して VF だって言って自分たちでかけます、ね、これが大きな違い。だからみんなね、怖がらないで AED っていうのを書いてあったら AED を持ってきて、とりあえずくっつける、なんだかよくわかんないけど AED を教えてくれるから、くっつけろとかね、で離れろとか、ボタン押せとかね、言ってくれるので、その通りにやって心臓マッサージが重要ですよということです。雨が少し遠出をしよう、今日は